リボンチャンネル。うさみ、ノートみんなに返しといて。はい。あ、なあ、もう何やってんねん。すみません、りょう。こら、ここ学校。だって先生とあんなことがあっても。そんなん照れるに決まってるやん。ああ、なんであんなおっさんと。どうしたの、君島くん。風邪？あ、君島くんって何、すごい熱。ちょ、大丈夫？誰か！聞いた？君島くん風邪で倒れたって。え、骨折で運ばれたんやろ。いや、頭から血流してたらしいで。いやー、君島が宇宙人にさらわれたってほんま？どこでどうなってそうなったの。ただの早退だよ。まあ、あいつ家でひどりらしいし、ほんまに死んでるかもな。なんで知ってんですか。いや別に。大丈夫かな、君島。宇佐美さん、私たちでお見舞いに行きましょう。君島さんを助けないと。え、タッチ。いや、うちは先生に心配させちゃうし。これあいつの荷物。先生、みんなでお見舞い行くんやろ。これ届けてくれへん。うちのこと信頼してくれてるんや。愛が深まった証拠。ジーン。みんなもいるし大丈夫やんな。ムカつくくらい高級マンションね。入るのためらいますね。チーズ、来てやったぞ。開けろ君島。あ、ちょっとなんであんたが出しゃばんの。ここは宇佐美さんでしょ。絶対入れてもらえないですよ、もう。おお、どうぞ。開いた。嘘。どや。なんか君島らしくない。帰れとか言いそうやのに。おお、広。綺麗。はい、大丈夫かな。適当にしてて。はあ、大丈夫。ご両親は？知らん。仕事でほとんど家におらんし。ほんまに一人なんや。あ、最後まで動画を見てくれてありがとう、ポシュン。チャンネル登録よろしく、ポシュン。グッドボタンやコメントも待ってる、ポシュン。これは毎日見るしかない、ポシュン。次の動画も見てね。